沢です。今日は西武新宿線沿いの武蔵関駅に来ました。そうだね、武蔵関、そこね、俺もあんま来たことないんだけど、ちょっとね、探索してね、何があるのか調査してみようか。じゃあ行ってみよう。なんか商店街静かじゃない？静か。すごくいいね。なんかいいよ。よくはないよね。お店やってなかったら結構アウトだからね。こういう静かな場所好きだよ。これすごくない？おもちゃ屋。今珍しいよね、こういうおもちゃ屋さんってね。あ、買った。買った。あれなんか袋入れてもらったんだ。うん。あ、すごい可愛らしい袋だね。可愛い。何味？抹茶。うん。タピオカ。抹茶タピオカ。飲んでみようかじゃあ。ベビータピ。なんだそれ。ベビータピ。何それ。知らないの、ベビータピ。知らない。タピオカ飲んだ時の味だったよ。知らない。まず最初に抹茶の味がすごい来て、はい、来て、であったかいタピオカが、うん、美味しい。もういいわ。これ北口です。北口、はい、来ましたね。見て右、西あった、西だ、噂の ね、はい、買おう。買った、いつもの買った。じゃあまたそれどっかでね、うん、でなんか調べたら武蔵関公園っていうのが近くにあるらしいから、うん、ちょっとそこ行ってみようか。うん、行こう。結構駅から歩いたね。うん、そうだね。この右側が、うん、武蔵関公園らしいよ。いね、なんかボートあるっすよね。うん、多分くっつめてるよ。わあ、本当だ。練馬区。武蔵関公園。うわ、顔出してる。これ、うん、餌くれっつってるよね。うん、ほら見て、なんかいろいろ来てる。そんな生物寄ってくるもん、これ。え、すごくない？これ なんでついてくるの？ついてくる。え、すごい、ずっとついてきてんじゃん。うん、え、ちょっと止まってみて。あー、止まった。え、やば、歩いて。絶対知り合いでしょ。それ。
いやマジでずっとついてるじゃん。気のせいだったね。いやでもここ美味しいんだよね。西武線沿いの西田病。西田病？何の病？西田城。城？ぼんじり。うん。なんか食べ物欲しさにさカモ来てるかと思ったけどさ、うん、そうでもないねん。でもやっぱそれ今食ってるの鳥だからね。あ、やってるやってる。たこ焼き買おうよ。うん、うん、せっかくだたこ焼き食べようよ。うん、雨降ってきたしね。そうだね。あ、これパッケージめちゃめちゃ好きだわ、このパッケージね。かわいいね。うん、持ってる、開け出してる。しかも8個入り350円。安いね。ちょ、食べてみよう。すごい美味しそう。美味しそう。いっちゃっていっちゃって、うん、一発一発。今のそれもう紅生姜の評価だよね。あの、あ、タコがタコの味もあのすごいいいよ。美味しかったね、たこ焼き。で、美味しかった。武蔵関は、うん、マジであのたこ焼きおすすめだわ。そうだね。店内でも食べれるらしいからね。うん。あ、でも食べ歩きはちょっときついかな。飲み屋さん多いけどね。まあ、公園もあっていい街だったね。そうだね、うん、楽しかったね。じゃあここら辺で、はい、それではチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあおつさわー、またねー。